奥田栄泉宅石、京都市東山区大黒町通り五条登る、東側殿、奥田栄泉作、色絵日を取り踏みう節前、奥田栄泉文化8年4月27日は、江戸時代中高期の陶芸家。栄泉は、豪で、実家のせいでもある。通称、萌え門、本名、陽徳。実家は平井一貫と、同様、真の信仰から亡命した。 秋人の末裔であったと言われる。後に慶の七夜、丸屋の当主、奥田家の養子となり、四代目を継ぐ。三代当主は永遠戦のおじにあたる。元来商売より文化活動に向いていた人物で、後を継いでも商売は番頭に任せ、諸芸の稽古に精を出していたという。趣味の一つである陶芸には特に熱を上げ、36歳の時には息子に後を譲り隠居してしまう。 清水焼の名工エビや西米に、また、瀬戸の技法を学び時期の製造実験を行い、暗中模索の末に成功。京焼最初の時期調整に成功した。ゴスアカエは有名。噂を聞いて集まった若手工人たちにその技術を、惜しげもなく公開し、京焼の発展に貢献した。これらの若手工人たちの中には、後の青木木米、新弥同八らがいる。 また作風においても、それまでの京焼とは異なる、染付、赤絵、高珍など、中国風の絵付けを施し、一大ブームを起こした。時期の開発にしろ、新規な絵付けにしろ、永遠が、職業工人ではなく、素人陶芸家であったからこそ、当時は、可能だったことなのだが、京焼ばかりでなく、日本陶芸史に果たした役割は大きい。死後、作品の大半は、菩提寺である。 県民寺に奉納された。ありがとうございます。